長崎県ドクターヘリ独立行政法人国立病院機構長崎医療センターは独立行政法人国立病院機構が運営する医療機関長崎県大村宿原に位置する病院である救命賞は国立病院長崎医療センター2004年より現在の名称となる政策医療ネットワークにおける肝疾患の高度専門医療施設であるほか、 生育医療の基幹医療施設、がん循環器病、精神疾患、免疫異常、人疾患、内分泌、代謝性疾患、感覚器疾患、骨、運動器疾患の専門医療施設であり、国際医療協力、エイズ、災害医療も手掛ける。長崎県の基幹災害医療センター、肝疾患診療連携拠点病院に指定されている。長崎県内でも、 有数の病院であり、市外、県外、離島からの急患患者を受け入れるためのヘリポートも完備されており、ドクターヘリ事業を行っている。2003年に新病棟が完成に伴い敷地内に移転した。ベッド数は650床、使用率も95%と非常に高い。院内設備は電子カルテをはじめとした最先端技術を導入しており、 スムーズな診療体制が整えられている。初診において紹介状がない際は、保険外併用療養費として、別途四4200円が徴収される。病院内の1階に、ローソンがあり、介護用品等も取り扱っている。タバコ、喫煙具の類は販売されていない。24時間営業を行っている。他、以前は1階にドトールコーヒーショップが出店していたが、撤退し、 病院食堂の系列の喫茶コーナーに改装された。10階には職員用食堂に併設された面会者、通院者等に向けたレストランや和室、ギャラリー、図書室、コインランドリー、屋上庭園が備わっている。中でも屋上庭園からは大村市街を一望できる。1997年の臓器移植法施行後、 国内初の臓器移植を行った3病院の一つとして注目を集めた。2011年現在、病院近くに久原駅の新設が予定されている。高速道路を用いての救急搬送も多い。最寄りの長崎自動車道木場 PA 付近に救急車専用の非常出口が存在する。センター敷地内には大村出身の医師、 長与戦災の休暇が史跡として残されており、他にも海軍病院時代の門中や現在は入り口付近にある休憩所に休憩と跡が残されている。ありがとうございます。